ブライトン三笘薫、攻撃面スタッツでプレミア1位だった模様。サッカーのデータサイト NL によると、同選手は開幕節ルートンタウン戦から先月21日開催の第18節クリスタルパレス戦までの18試合で、90分あたり 7.43 というプログレッシブキャリー数前方へのドリブル回数を記録。これは今季のプレミアリーグの試合で900分以上プレイしている選手の中でトップの数値だという。やっぱ三笘のドリブルは別格なのか。やっぱドクと三笘のドリブル推進力はズバ抜けてるな。ドリブルは三笘がレベル高いけど決定力は中村だな。三笘は圧倒的にシュート意識が低すぎると思う。世界一のプレイヤーになるにはね。三笘さん無双ドリブルからのゴール決めたの2節だったのか。あっという間だな。はよまたゴール見せてくれ。世界のいろんな選手のドリブルを見てると三笘選手のドリブルってやっぱり速すぎるな。まるで走ってる足にボールが吸い込まれているみたいにスムーズ。エンターテイメント性も半端ないもんね。アジアカップで見たいよ。早く怪我が治りますように。今のサッカー日本代表ペナ内ドリブル突破成功率1位三笘、リバプール月間最優秀選手遠藤、ラリーガ月間 MVP 久保、リーグアンゴールアシストランキング2位南野、アーセナルレギュラー冨安、なんか強すぎないですか？冗談抜きでワールドカップ優勝狙えるレベル。アジアカップ決勝でようやく三笘、久保、伊藤が実現するんだよね。アジア杯楽しみだ。当チャンネルは小ネタやネット反応集の他にもゆっくり解説動画でサッカー解説もやってます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになります。ゆっくりしていってね。